自去年12月以来，日本广岛县东广岛市多项水质调查结果显示，位于当地美军弹药库附近的多处水体污染含有两种高浓度的有机氟化合物。这些有机氟化合物常见用途是生产泡沫灭火剂等消防材料。近日，总台记者探访了东广岛市受污染严重的地区。何を使わないようにしようよね。水道だけ。で米もなんかやめとるけどね。もう今年は米を作らない。水がない。良くないから。うん。上げどこから来るか分かる。ここの弾薬庫いても大きいけんね。滋賀全体が弾薬庫じゃけん。上げこっち側の方から水路があるんだけど、これ来るか来るか分からんけん。在水体污染最严重区域，两种有机氟化合物全氟辛烷磺酸和全氟辛酸合计浓度达到每升15000纳克，相当于日本国家暂定标准的300倍。而污染最严重的区域就在驻日美军基地的弹药库附近。瀬の川がこう流れています。このまあ弾薬庫の南側、それから弾薬庫の北東側。高いこの濃度が検出されていると。日本は50ナノグラムなので、一番濃度が高い場所はどの辺にありますか？で、300倍までの数値が出ていると。非常に高濃度だと。专家指出，长期饮用受有机氟化合物污染的水，可能影响人体免疫系统、肝脏和肾脏，甚至引发肿瘤。現状ではですね、汚染が分かった段階から飲料水、ペットボトルで飲み水は配布を始めました。で、その後水道ですね、上水道の接続を早急にするということで。关于污染是否来自美军基地，驻日美军曾多次宣称没有在弹药库使用过含有机氟化合物的泡沫灭火剂。然而，就在今年9月，美军方面却改口承认，从1991年起使用这类灭火剂长达19年，并且曾经在2020年大量焚烧这种灭火剂的原液。まあ過去に、そういった消火薬剤の使用の履歴があったということを9月に防衛省防衛局から報告をいただきました。こういった事実が判明したということで、その後我々はさらに、まあその。それが原因の可能性もあるんじゃないかということで、さらに調査をお願いをしたいということで防衛局に対して要望しました。市民の皆さんにはできる限りそういった情報を出したいというふうに思っていますが、現状ではこちらのが要望しているという段階で、その後何か新しい情報が出ているわけではないということです。这个驻日美军基地在东广岛市存在了大约80年，对当地居民来说却是最神秘的存在。尽管驻日美军基地已经承认在过去使用过有害的泡沫灭火剂，但是对于当地居民来说还希望了解的更多，比如说到底使用的剂量有多大，对周围的水系可能产生什么样的恶劣影响。但是只要驻日美军基地不同意入内调查，要想获得进一步的信息也是难如登天。